はい、では、次のゲームですね。Need for Speed の、なんていうのかわかんないですが、解説の方ね、来ていただきましたので、よろしくお願いします。毛玉さんです。はい、お願いします。はい、お願いします。デンディのお兄さんです。そうですね、前回多分、この、ジャパニーズリストリーム見てた方は、はい、多分わかると思うんですけど、このアジンケダマニードフォースピードっていう。そう、やったね。そうですね。なんかすげえ前だった気がするんですけど。なんか、それでニードフォースピードの解説の方がいらっしゃらなかったんで、うん、こっちでいろいろと調べて、はい。持ってきました、情報をいろいろ。ああ、ありがたいですね。はい。今回、ゲームボーイアドバンスなんですね。そうですね。はい。Need for Speed は、オリジンとかで、売られてる Need for Speed シリーズがいろいろあって、はい。今、Need for Speed は、最新作は、いつだったかな。ちょっと待ってください。そうですね、ホット、パーセット、はい、リマスターが今、リマスターで、PSO、Xbox、PC、Nintendo Switch で販売されている。で、今回の方は、Need for Speed をポルシェ・アンリッシュド。ポルシェ・アンリッシュド。はい。かっこいいな。2000年3月24日、エレクトリカルパレードって言うとこだった。エクスターツが発売したレースゲームの、ニードフォースピードとは異なり、ポルシェ、アンリッシュドの登場車両。1950年から2000年までのポルシェ車のスポーツカーのみ登場する。ああ、じゃああれか、もうポルシェ車がスポンサーについて、このニードフォースピードで。やってるみたいです。このゲームはポルシェとその車に関しては幅広い情報を持っていることで有名だそうですね。ポルシェ名鑑としても使える。そうですね。みたいですね。この情報を見た限りだと。はい。意外にね、この64とか、ゲームボーイアドバンスとか、ね、普通に日本で発売されてない、海外だけで発売されてるゲームとかもありますからね。そうです。あ、これは、2001年8月9日に日本では発売されてるみたいですね。あ、出てる？はい。2000年3月24日に。いわゆる逆輸入的な感じで。そうですね。うん、なるほどね。海外で発売されて、その後、はいはい、日本に来た。なるほど。FFUSA 方式。結構シリーズとしては結構古めみたいですよ、これ。ですよね。はい。時代ですから。とパーセットが、その今、リマスターされてるのが、うん。2がこの次の年に出てるんですね。はあ。その前のやつが、今来てるから、ちょっと古いみたいな。へぇー。あ、でも、ウィキペディア見ると、シリーズめっちゃ出てんな。ニードフォースピードは、もう、めちゃくちゃ毎年出てるようなの。いや、ほんとそうですね。毎年出てるぐらいですよ、これ。で、その中でもやっぱこの、やつは2000年とかに出てるから、割と最初の方ですよね。そうですね。はじめが1994って書いてある。あ、EA 社とポルシェが契約してる。エレクトロニックアーツ。なるほどね。そうですね。EA と。関連項目、ウィキペディアの関連項目いいですね。ニードフォースピードとポルシェしかない。男らしさを感じますね。
確か、モストウォンデットかなんかを。モストウォンデットかなんかを一緒に解説したんじゃなかったでしたっけ、うん、あの途中で警察に捕まって。あれって何だったっけな。そう、このあの状態から入れる保険がでしょ。あ、そうそう。なんだっけ、なんか侵入禁止看板ぶっ飛ばしたりとか。ぶっ飛ばしたりとかしてましたね。最後は謝罪会見までしましたよ。いや、なんかこうやって、もうこうやってなんか言葉にするとめちゃくちゃ。いや、ごめんなさい、もううちはネタなんで。何をしたのか。前回。なんで、レースゲームの解説なのに。解説なのになぜか謝罪会見をしたっていう。Need for Speed The Run とかってやつだったよな。そうですね。あ、1個前か、モストウォンデッドの1個前か。あ、海外のウィキペディアでは日本未発売って書かれてます。あ、そうなの。え、じゃあ、こう、ちょっと、日本語のホークさん。なんだろうね。あれですかね、この頃ってやっぱ海外輸入作品とかそういうの置いてあったんで、その時にいや買ったよみたいな人が書いちゃったんですかね。あー、確かにね、まあ、そういう勘違いとかあるかもしれないですからね。そうです。てかあったわ、 ESA サマー2019でした。 Need for Speed The Run。 日本語版 PC 版は発売されていませんってやつです。ザラの興味ある方もアドレスこれ貼っちゃいますけど。勝手に。確かにね、勘違いしやすいの、なんかね、中古とかでこう海外版がね、日本の中古ショップに流れてて、それでなんか変えたとか、なんか輸入品みたいなやつとか、そういうのは確かにあるかもな。特にパッケージ版とかよくありますもん、そういうの。うん。ゲームボーイアドバンスだと、何でやんのかな、ハード、ゲームキューブのあれかな、ゲームボーイプレイヤーなのかな、海外にもあるんだろうか。ああ、ちょっと気になりますね、それは。うん。DS とかになるとね、まあ、大体この配信だとかそういう文化がになってきたから、ニセトロ的なのってあるけど、さすがにゲームボーイアドバンスだと、まあ、そういうゲームボーイプレイヤーとかね、公式のものがあったっていうのもあるけど、あんまりそういうのないと思うから。そういう、なんていうか、パソコンに取り込むことができる。まあ、レトフリもありますね。日本だったら。レトロフリ。ちなみに、カテゴリーはオールトラックス、モビーディックか。ですね。オールトラックって書いてあるけど、時間そんなないからね。ステージのことなんですかね。どうなんでしょうね。来たみたいです。やっぱまああれ、レースゲー、あ、来たかな。
お、なんかランゲージはいくつか選べる。イングリッシュ、フランス、エスパニョール、イタリー、あとなんだこれ、ドイツ。あ、そう、なんかチョロッキューみたいな。お、なんか名前が。ちょっとゲームボーイアドバンスらしい、うん、といえば、らしい解像度。ね、SRE8、お、かわいい子まで。スピードラン、エスパニョール8。クイックレースと、あとなんだ、なんか書いてあったな、いろいろ。あ、これがあれかな、ポルシェのこの。ポルシェの。あ、で、なんか、モビリックって書いてあったな。あ、モビリックはあれか、時期か。カテゴリーに書いてある。モビリックでオールトラック。あ、始まりました。グッドラック。ただゲーム画面は変わってないんだけど。そうです。これは？タイマーだけ動いちゃってる感じ。うん、あ、まあ動いた。で、クイックレース、スタートレース。ちょっとあれかな、配信。あ、まあでもいいわ。あ、動きました。あ、ただちょっとかくってるな。結構今回のスピードランの、はい、人たち結構タイマーあんま気にしない人多いですね。まあそこまでね、厳密にやってないやってない初日ちょっと解説したんですけど、その人もなんか一面終わってからタイマーつけ始めたりとかしてたんで、めっちゃ買ったんかったもん。めっちゃ買ったこと、これ。しかもこれ300キロ本当出てる。なんかさっきのさっきの機械のコード広すぎませんか、そんな。お、風車ある、風車。オランダかな、オランダかデンマークかな、風力発電かな。おっと、あと逆走。逆走。逆走になっちゃった。いや、しかし、なんかこう、曲がるときに、ん？あ、違うか、これなんだ。他のコースはこう市街地じゃん。市街地ですね。モナコか。あ、モナコなんすね。モナコグランプリか。あ、めっちゃ市街地だ。市街地をポルシェで爆走と思ったらいきなりなんか洞窟でやらなんか、まあ片側一車線ですけどね。お、クリアはしたみたいです。はい。あ、そしたらセレクトトラックしてまた別のコースかな。だいたい2分ちょいで行けるから6コースとかそのぐらいあるのかな。ほう。これもあれかな、最初なんか自然のコースと思いきや市街地に突入するのか。ほら、また風車が違うタイプの風車。とりあえず風車を出しておけばという意思を感じる。あ、大丈夫ですかね。大丈夫か。それは新たなバグか。いや、それでも壁抜けようとしてる、もしかして。抜けようとしてるんですかね。あ、でもなんかめり込んでってない。あ、マウス出てきちゃう。マウスが出てきちゃう。あ、リセットしましたね、これ。ジャフ、ジャフ呼ばない。ジャフ呼んだ。ジャフですね、これは。ちょっと、レッカーが。じゃ皆さん、今の見なかったことで。いやな。
どっちかが分かんねえっていうのが面白い。飛んで切ろうとしてんのか、ただハマっちゃっただけなのか。完全になんか壁抜けとかじゃなくて壁にはまっちゃったパターンとか。あ、そうだよ、逆走というかね、バックができないみたいな。いやでもあれぐらいのハマりようだったらなんか普通にやっててもありそうだけどね。ほらほんま300キロでさこんなガン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 、まあそうかさ、ジャフってスペインなのにな、まあ、スペインかどうかもわかんないけどこのコースは。300キロで壁にコツンってぶつかったらこんな端ってか、うん、チョロ Q の世界観ですよね完全に確かにね、チョロ Q だったらまああれだけど、そうでも大体このね外側にコツンコツンしながら進んでってるから、これもやっぱあれかね、カーブがきついのかな、まともに曲がるにはかなり減速しないといけない。あ、そうですね、確かにこれギア一速ですよね多分。あ、そっか、右に1ってあんね。ギア一速で300キロ出てんのかってコメントあったんで、あ、なるほどなと。え、これはもうこれの方がいいのかな。あ、また危ないよ。あ、コメント欄の有識者の方から、どうもバグがあるらしくて、うん、この車だと、うん。一速のままで加速し続けると680キロまで出る。なるほど。まあ、まだ出てないけど。結構、曲がりポイント出てくるからね。あ、じゃあ、後半のなんか曲がりポイントがないところだったら、もう、なんか F0 みたいな、そうかもしれない。ことになっちゃう。なるほどね。こうカクついてんのはこれ回線の環境なのか、それともゲーム自体がそうなのかが、一瞬止まるんだよな。あ、でもスポーシャーさんのカメラも止まってるな。カメラも止まっちゃってます、ね、多分環境かもしれない。あ、そうだね、スポーシャーの人のカメラも止まってた敵機ぶつかってんのがおもろいな。お、さあちょっとトラブルはありましたがなんとか。と必要かどうかわからないですけど、あの解説的なところにあの、うん、このゲームのコースの画像を置いておきます。ああ、はい、はい、そんな情報が。ただコースの写真だけなんで、どれがどれだかって合わせるの大変なんですこれ。あ、そういうことね。はい、順番かどうかも。でも 10個ある、結構あるんですよね。結構ありますね。なるほど。なんだろう、この周回するようなコースもあるし、一本道コースもあるみたいな感じかな。そうですね、その辺はニードフォースピードっぽいですよね。ああ、確かにね。はい、コースもなんかいろいろと分岐というか、うん、あ、そうそう、なんかね、枝分かれしてるとこもあるし、ちょろっと枝分かれして合流するみたいな。はい、うまく減速しないようにね、ぶつけて、まあ、ぶつかると当然スピードは落ちますけど、200とか、おお、300、何歩いった ?300 いきましたね。ぶつかった反動で余計にこう加速してるから、ぶつかり続けるのが正解みたいな感じ、うん。ああ、そういうことか。ぶつかって戻った時の加速を利用して速度上げてる感じなんですかね。なるほど。
あ、確かにそういうことか。あ、確かにね。確かになんか、だって100キロからなんかいきなり200キロになりましたね。形態が変わるんですよね。あ、そうそうそうか。だからやっぱぶつかってるのにはやっぱそれなりの理由があるんです。よかったよかった。ただ制御しきれないだけとかそういうんじゃなかったんですよ。そういうのじゃない。ちゃんとあえてぶつけてます。Hasta tal grado y ahí pare la aceleración. Y así por cada mancha poniendo eso. Simplemente olvidaron. なんだろう、ぶつけることになんか上限が上がってってる感もあるんだよな。まあ、たまにやっぱ失敗しちゃうとこうやって。そうですね、減速しちゃうんですけど。400まで一時行きましたけどね。まあ、だからブレーキ圏みたいな。あ、だからバグを利用して680までってことなんですね。ぶつかってその速度加速を利用して680まで出してっていう。うん、680まで出すのがそれかどうかわかんないけど、まあでもそういうふうには見受けられる。はい。そうですね。もう、おっと。これは皆さん心配してると思うんですけど、運転手は多分特殊な訓練を積んでると思うので。次、モナコ行きましたね。モナコ。Tipo que solo se ve como el manubrio y todo eso.Y te quería preguntarte como runner de que, cómo mejor jugarlo en primera persona o así como lo has estado jugando desde el inicio. 俺ライバル者との勝負が存在しないに等しいと思うけど、一応2位との差は1分くらいで終わってるんですよね。あ、そう。はい、クリアタイム見ると、はいはいはい、1分半とか1分とか。あ、主観モードとかできる、すごい。確かにね、これなんか車の方がちゃんとしかもハンドルまで、はい、ハンドルの曲げ具合とかこの辺まで見せてくれる。あ、500いってますねこれ。おお、結構ゲームボーイアドバンスのレースゲームで、はい、主観視点が、ドライバー視点ができるのって珍しい方だ。いや、なかなかないっすよね。だってね、スペック的にきついじゃないですか。はい、こんな切り替えまでね。それはね、PC ゲーだったら当たり前のようにあるけど。この辺で見るのは処理落ち回避かなんかなんですか、ね、ああ、そういうなんかね、別の要素はありそうですよね。しかも、これ切り替えによってなんか。悪いこともできそう。今回はこのポルシェ、うん、ポルシェアンリーシュドは、うん、テストドライバーを体験できるファクトリードライバーモードがあるらしくて、うん、車のテストだけでなく、顧客へアピールするため街中でカーチェイスを繰り広げたりするっていうのがあるらしいです。アピールになってるかな。ひたすらコースを破壊してっていうけど。そう。あ、でも PC 版の話なんで GBA 版ではなさそうですね。そういうことね。はい、PC、PS、ゲームボーイアドバンスなんで、完全にこれゲームボーイアドバンス用にかなり圧縮してるような。いや、でも、同じゲームでもね、こうやってやっぱりちゃんと移植してるのはすごいですよね。すごいですね。やっぱある程度ね、さっ引かなきゃいけないとこはあるけど。
entonces me fui a los Estados para, bueno, hacer unas cosas, unos documentos que era necesario hacer. Recibieron una vacuna. Ah, y así es tiempo. Y eso. Y ギリギリ終わった？そうです。13分58秒2。このスピード出して2位と10、20秒ぐらいしか差がないっていうのやばいですね、2位の人。よかった。あのハマリは、ですね、あの想定してたかもしれない。あれが来ちゃうと14分だな、みたいな。アドバンス用なんで、やっぱ、マップもちょっと少なめにできてた。それもあるかもしれないですね。はい。あ、走ってるほどに合わせて加速するインチキ CPU。あ、そうそう、ありますよね。なんか、はい、レースゲー。こっちに合わせてくるみたいな。一回 JAF 呼んで20秒。うん。1ジャフ。ってことは、ジャフのスピードはやっぱすごいんで、やっぱ保険は入っておきましょう。はい、皆さんも安全運転で。安全運転で、あの、ぜひとも一速で680は出ないんで。ああいう運転しちゃダメですよ。はい、ということで。はい。はい、Need for the Speed Porsche Unleashed。毛玉さんに解説いただきまして、ありがとうございました。はい、だったのかどうかわかんないですけど。あと、今週の土曜日に、うん、あの、インディーゲームの、はいはいはい、RTA があると思うんですけど、あれの、はい、ハルトモさんが走り上げる、あの、ローション侍なんですけど、解説応募要件にどうやら受かってたみたいで、おや、あの、解説させていただきます。なるほど。はい。はい、どうやら僕も体からローションが出る体になってしまったようで。はい。はい。そちらの方もよろしくお願いします。はい。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい。じゃあちょっと次のゲーム準備します。